さてですね、ヴィーナスイレブン、ビュイット、試合の様子ですね。お送りいたします。キャダイレクト入った。さあインターセプト。またイケアダイレクト。もうなんだろう、やりたい放題ですね。さあこれ前半戦終了。あんまりバテてる選手はいないような気はしますが、どんどん押し上げていきますね。あ、捉えちゃいましたね。しかしすぐインターセプト。抜けた。さあ、またシュート。もうキーパーにとっては拷問ですよね、これ。さあ、相手もなかなかいいんですけど。アーチェハイ。いや、これがアーチェハイなわけじゃないですよね。さあ、つむぎさんいつも MVP ですよね。試合をもう一回することはできるのか。通常リーグに挑戦。どんどん試合をすることで、ヴィーナスハートを手に入れる。ふわふわガーデン29日まで行うんで、もう終わりは近いんですが、なんだこれ、アーチェハイ。行動力を求められますね。かなりの、が要求されますね。この選手なんだろう。やってみましょう。イベント特攻っていうのも効くみたいですね。さあ
ションポイントは高い。また雪屋ダイレクト抜けました。早くも先取点。カニやでって言ってますね。さあ残り時間注意。おっと、なんかほとんどやばいやばい、もうディフェンダースタミナ切れてるじゃん。2人サルミストライク。とりあえず後半戦ですね。このままスタミナなくなった時に考えましょう。さあ取りました。すごいアクションポイントだ。13,000。さあルーミー取り返した。しかし上の息なスピスタミナをほとんど足りない。これ誰が誰がディフェンダーだったか、誰がフォワードだったかなっていうのが。フティーバース。さあルーミンへ抜けた。しかしほとんど残ってない。さあもうほとんど試合し時間がない。対象です。お、すごいパジャマ、パジャマ、動物をパジャマがあるんでしょうか。あ、僕子なんですね。お、なんかオルガさん止まるんじゃねえぞっていう感じなんでしょうか。なんか入りの馬の衣装ですね。某馬む蹄鉄、この胸のところ見てください。蹄鉄がありますね。もう、某馬コンテンツに寄ってますね。こういうので馬娘ってよかったんじゃないかなって。これを被ることでなんかスペシャルウィークになれるとか、サイレンスズカになれるとか。馬ですか？そう。どこで乗ったっけな？小豆島へなんか乗ったんですよね、子供の頃。どうかお願いします。馬大きかったですね。
ハジャワパーティーって海外で流行って輸入されてきたものなん？そうだったっけ？ああ、そういうことか。寸劇長かったです。キクルイ水着、さあルーミンが3点あげてハットトリックですね。さす、素晴らしい MVP になりました。そしてこれオーナーレベルも上がりました。おっと、なんだろう。右上。まあ、これは軽くいきましょう。3倍です。最高が4倍だったみたいです。イベントポイント。おこがましいですね。全然フレンドいないですね。過疎化してるんかな。ある程度溜まったんじゃないの？ポイントを。ファンタジスタスカウト、なんか、あ、なんだ、チケット足りない。フレンドスカウトはもうちょっとなんですけどね。ここはもう普通にビートスカウトで行ってみましょう。10連ガチャです。さあ、誰だ？リア度が低い？多分同じ選手を何度か確保してるでしょう。さあ出てきたよ。新しい選手が2人ってことなんでしょうか。あー、最大で、あ、レア度4がありますね。こんな感じ。ドリームチケット10ですね。これってスカウトに使えるんだったっけ？そのドリームチケットじゃないんか。シナリオは一気に10個。おっと、働き方改革が必
ますよ。てか、怠け者のような気が。こういうのが優勝コンテンツなのかなとして販売されてるみたいですね。しかし、必ずしも優勝というわけではありません。なるほど、買うと、まあどんどん使っていくといいかもしれないですね。おお、こんな感じですね。はい、なかなか楽しめる要素が多いですね。お、スキルミスターなんてあるんだ。合成だ。プッシュボタン。パスマスターっていうのが入手できたみたい。こういうのがないと、特別な技が使えないんでしょうね。はい、というわけで、ヴィーナスイレブンビビットをやってみました。はい、いつものことですが、チャンネル登録者数1000人を目指しておりますので、まあ登録されていらっしゃらない方、この動画タイトル右側にチャンネル登録ボタンありますので、ぜひぜひ、登録お願いします。また高評価、コメント、この動画の SNS 拡散、歓迎しております。ブログ、ツイッター、やっております。説明欄にアドレス記載しておりますので、よろしければ見てください。また、この動画最後の20秒で、関連動画、動画プレイリスト流れます。動画プレイリストについては、プレイリスト再生した際に、右上に、そのプレイリストをですね、ブックマークするボタンがありますので、よろしければブックマークしていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。